こんにちは。こんにちは。つるつねチャンネルの白井です。うさみです。今日の動画はですね、絶対にやってはいけないストレートアイロンの使い方4つお伝えしていきます。最後まで動画の方をご覧ください。1つ目の NG 行動、濡れたままアイロンをするっていうことですね。絶対ダメですよね。絶対ダメですね。急いでる時なんかこうバーッとドライヤーで乾かしてアイロン入れたら毛先ジューってなるようなことありません？なるよね。なりますよね。でね、絶対 NG です。痛めますね。ジューってなった時に髪の中で水蒸気が爆発して髪内部が壊れてしまいます。まあ、オイルなんかつけてたりするとアイロンの温度180度とかなんで髪が天ぷらになりますよっていうことです。まあ、今ね、水蒸気爆発が起きないプレートがついてるアイロンなんかもあります。こういうアイロンを使ってもらうといいと思います。2つ目、高い温度でのアイロン。温度が高いとですね、髪の毛のタンパク質が硬くなってしまいます。卵の白身も1回加熱すると柔らかく戻らないと思うんですけど、髪の毛もタンパク質でできてますので、あまりこう高い温度でやると髪の毛が硬くなってしまいます。理想は120度から140度ぐらいの温度がおすすめです。一回硬くなったら戻らないんですよね。戻らないですね。先なんかはね、結構硬くなりやすいので注意してください。3つ目のポイントなんですけど、これは髪がぐちゃぐちゃな状態でアイロンをするっていうことですね。これなんでいけないかというと、髪がぐちゃぐちゃにこう重なってしまってる状態だと水蒸気がそこに溜まってしまって高温になってしまいます。髪が傷んでしまいますよっていうお話です。キューティクルが折れてしまったりとか剥がれやすい原因の一つにもなります。よくこう洗濯物をアイロンで伸ばす時も一回シワになってしまうとなかなか取れなくないですか？これがやっぱりこう髪でも起こるわけですね。一度シワになったところはキューティクルが剥がれやすくなり痛みの原因になってしまうので注意してください。しっかりコーミングしてからね。そうですね、はい、理想はあれだよね、ブローしてからアイロン入れると、もともとブローでツヤが出てるところにアイロン入れるとさらに熱が加わってツヤが出るので、ブローがおすすめなんですけど、それは難しいよっていう方はせめてね、コーミング櫛で解いてからアイロンすることをおすすめしてます。8つ目、一度に挟む髪の量が多すぎると良くないですね。なるほど。どのぐらいの量を取るかと言いますと、髪の前で分けてもらって、であとは後ろ真ん中で分けてもらって、髪を4つに分けてもらうんですけど、それをこう2つとか3つとかに分けた量が適切。人によって毛量違うのであれなんですけど、基本的にはそんな感じでしっかり分け取ってからアイロンをかけてあげると綺麗にいきやすいですね。あんまり多すぎると熱が均等に伝わらないので、何回もやらなきゃいけないとか意外と時間かかっちゃうので、ブローキングすることをおすすめしてます。低い温度でアイロンをしていても何回も何回も熱を入れることによって髪の温度ってのは上がってきますよね。正しいアイロンの使い方っていうのを少しお伝えしていこうかなと思います。知ってますか？お願いします。こちらですね、アイロンなんですけど、この隙間を気持ち開けていただく。こうすることによって髪を潰さないで熱を入れることができるので、必要以上にこう挟むとやっぱ痛みやすくなります。パタパタすることによって一箇所に熱が加わりすぎないので、パタパタパタと隙間を空けながらアイロンを入れてもらう。ちょっと難しいですけど、これをやると劇的に髪のダメージが減ります。隙間からね、こう湯気が出て温度が上がりすぎるのを抑えてくれる。熱を逃がしながらアイロンを入れていくっていう方法ですね。ぜひやってみてください。綺麗にアイロンをすると髪の毛がこんな状態になります。いかがだったでしょうか。今回は絶対にやってはいけないアイロンの使い方とおすすめのアイロンの使い方をお伝えしましたけど、結構皆さんやっちゃってるんじゃないかなっていうふうに思うので、ぜひこの動画を見て参考にしてください。今後もこんなようなお役立ち情報を配信していきますので、チャンネル登録本当によろしくお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。